任務開始。出した情報によると、この辺りに暁がいるはず。何？この感覚。ここは、砂隠れの里？まさか。大和隊長、目撃された暁と思われるものの正体が分かりました。そうか。行き先だけを確認して、さくらは一旦戻ってくれ。それが信じられないんですが、空間を移動したのか何なのか、とにかくさっきまでいた森とは別の場所に飛ばされてしまったようです。現在位置がわからない、そういうことだね。はい。それで暁のメンバーは一体誰だったんだ。本人かどうかの確証はありませんが、外見は間違いなくあのサソリの傀儡、キルコです。しかしサソリは君自身が倒したはずじゃないのか。ですから中に入っているのは別人だと思います。きっと何かの目的でサソリになりすましているのかと。なるほど。尾行はできそうか。まだ気づかれていないはずです。任務開始。危険だと思ったらすぐにその場を離れるんだ。その上で尾行を続けていてくれ。それと、今君がいる場所についても何かヒントがあればわかるかもしれない。周りを見ていて、
情報を教えてほしい。わかりました。失いました。そうか、仕方ない。今来た道を戻って、とりあえず身の安全を確保してくれ。食らうか、食らうか。誰か医療忍者に行くか。俺は血をばあわよ。それとも大人にした。黙れ。あんた、何人誰だか知らないけど、なんでそんなこと知ってるの？おいおい、もう忘れちまった。物忘れが。やれやれ。結局こいつで戦うことになったか。いざ尋常に始め。どこを見てる？はもう解いたわよ。現実？以上で演習完了だ。演習って、なるほど、すべて紅先生の現実だったってわけですね。悪く思わないでね。全部おかげさまの命令だから。師匠、気づくべきだった。もう
立つな。しかし森の中にいた野党忍者はどうだったんですか。あれも現実だったんでしょうか。あれも木の葉の常人たちだよ。影分身で数を増やしたり、いろいろ協力してくれてね。つまり常人たちが当たっていたという別の任務が野党忍者を演じることだったと。それだけじゃなく、隠れてお前たちの動きを監視したりもな。カカシ先生までグルだったのかよ。はいはい、すねないすねない。三箇所ってわけじゃないが、はい、これ。おお、焼肉級の1時間食べ放題券。おお、焼肉万歳、ぽっちゃり万歳。よかったな、長次。鹿丸は行かないの？ああ、ちょっとな。よし、それじゃあ鹿丸の分も食べるぞ。おう。なんかいつもこうやってうまく丸め込まれてるような気がするのよね。結局ごまかされちゃったけど、これもいいかな。私たちも行きましょう。そうね。ほら、ひなたも。はい。さて、俺たちも戻りますか。鹿丸、俺とお前は蛍様のところへ直行だ。ああ、分かってる。